お、用具室。びっくりした、トイレじゃないところにしようかと思った。こんな場面に私はずっと長くはいたくないわ。ほい、ということで今回は学校サボるというアプリをやっていきたいと思います。ほい、スタート。あれね、みんな大好きハゲ上司が今回は学校の先生になったということでね。この時間は教室で勉強しているはずなのに、なんだこいつサボりやがってっていうことやね。そんなわかりやすいところでサボる？え、そんなわかりやすいところでサボります？ステージ1。さあどうにかして。これはまたあれなの、隠れるパターンのやつか。なるほどね。オッケーオッケー、わかったよ。やっほー。はい、ステージ2。あ、この中に、あれ？あ、これを着て、いや、でもさ、いや、まあ、でも、あれか。まあ、ちょっと、制服が違うけんって別に、そんなとこまで気にせんかな。ステージ3。これは、なんかこれが使えそうじゃない？え？寝転ぶ？寝転んじゃいます、これ。できんやんなんも。ほ。こっち？こっちか。違うな。あ、これで、穴を掘って、で？落とし穴。まさかの落とし穴。で？え、自分はどうするの？座。あ、これで、え、でも丸見えやろ。いや、普通に丸見えでしょうよ。ヤッホーって追いかけられてるからね、あれ。はい、ステージ4。これ絶対この中におるけん。絶対この先生おるけん。この辺なんか、なんか、このステージに必ず出てくる腐ったバナナ。恒例のね。え、この腐ったバナナを、待って、これ左の男の子買い取るもの違うくない？このモデルの意味よ。この子に、この子が食べさせて、自分がこの台に。超目立つ。めっちゃ目立つ。え、でもこれはさ、なんかね、授業に貢献しとるけんいいんじゃない？ダメな。とりあえずこれゲットするやろ？で、この子に、かわいそうだな。あ、アイテム入手した。これ、座る？ここら辺とかにさ、あれ？あ、あれ？座れない。やっぱ開ける。え？なんてこと、スクワットさせられてんだけど。違うよ。他の人でしょうよ。あれ？なんもなかった。え、じゃあ入れるんじゃない？そこ。自分が食べる。違うね。え？他にできることなくない？ここに座ってさ、一緒にモデルを描くとかじゃないの？え、絶対それやと思ってんやけど、私。この子に渡すのはあっとんかな？なんで座ったらバレんの？意味わからんねえけど。目線的な問題？ステージ5。これはバケツを一瞬立っとく？そういうことではない。え？ズラだったの？まさかのズラだったの？え？かぶれないの？え？何？どうすればいいのこれ。うわぁ。めっちゃゴリラみたいな先生や、やば。え、でもさ、これをさ、拝借したんだったら、拝借したんだったらさ、これ身につけるべきじゃない？なんなの？あ、こうするってこと？まあ、確かに髪型まで変わったらわからんよね。それはわからんよね。はい、ステージ6。あ、なんかね、こういうとこってね、うかつに開いたら絶対なんかね、降りそうな気がするんよね。お、これで、そういうこと？ね、なんかここでなんか農作業的なことをするんかと思ったら、そういう、そっちなんやね、かかし。はい、ステージ7。
あの人がもうね、ハゲヅラだということが分かって、ああ、ハゲヅラじゃないね。ヅラということが分かってしまったからね。なんかびしょびしょになりうるけど。あ、凍えてる。これでクリアなの。マジか。マジか。はい、ステージ8。このテーブルは別に何もない。これ絶対これになりすますパターンのやつや。これ片足だけについとんや、キャスター。へー。え？抜いた。抜いたけど。これで、どうすればいいんだ。お、入手した。ん？入手したけど。これ抜いとったらあかんってことやね。え？何？抜いててよかったの？抜いてたから骨が見えたってこと？そういうこと？でもそれ確実に自分の体に影響がある気がするけど、悪い。はい、ステージ9。ん、これ、ああ何？先生のだったの。何やってんだ？学校にそんなもの持ってきてんじゃねえよ。いや、あれは募集したやつなんだ、とかっていう言い訳。ああ、バレてるー。待って、これを着るべきやね、きっと。きっとそうだね。勝手にさ、こんな怖そうな人の制服持ち出したらなんか言われそうな気がするけど。あれ？できない。え？なに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 ？え、これで、これ、なに？どういう状態？何してんのこれ。ああ、こういうこと？いや、バレてるから。バレてるじゃん。何？どうするのこれで。いや、これもバレますよね。いや、バレますよね。何？こう、なんていう、見えんなっとる状態の時に行けばいいってこと？例えば、この状態の時に行くってこと？タイミングの問題か。なるほどね。なるほどね。はい、ステージ10。何これ？発表会？バンド？ザ・バックレス。どういう、何？この辺の絵なんか撮れそうじゃない？撮れんかった。え？これ絶対バレんやん。いや、むしろなんでバレた？そんなとこ調べようと思わんことない？自分が過去にしたことあるんかな？そういうことか。この中に、こっちをバレんのや。何？何？リア充。何やってんだよ。これあれやねん。あの会社の人やねん。違う？あの会社の人の青春時代みたいな。あ、この子さっき、ガンダムみたいなの書き寄った子やん。はい。反対向けます。そして、この旗を、下ろして、ここに。まあ、なんでこういう状態なんだって感じやけどね。ごめんねー。ね、ごめんね。熱中症かな。運ばれていったよ。あんなことしたらいかんよ。はい、ステージ12。先生寝てるー。これは。これはどうするんだ？どうするんだ？なんかゲットしたけど。なんか真面目そうな本の間にこういう本を挟んでおくんじゃないよって感じやけど。お、これで。二人揃って顔真っ赤にして読んでるじゃねえか。で、これで、あ、畳んだ。そういうこと？どういう使い方？怪我する。怪我するよ、そんなの。はい、ステージ13。てかあれ、畳めるんや。なんかカツラ。うわ、先生、カツラ。ああ怒られた。怒られたよ。これを、こっちで。ああ普通に、シンプルに怒られる。ちょ、待って、このズラを、ま、ここにセットします。待って。え、どこい、あ、あ、よし、この隙に。別の先生が怒ってる。いや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 。
若くないんだから。あ、リトライにしてしまった。リトライにしてしまった。はい、他のステージ。ステージ14。なるほどね。こうやって移動して、なんかやった後に移動して帰ってきたら何かが起こってるっていうパターンもあると。あ、ごめんね。さっきはちょっと熱中症にさせてしまって。そしてお弁当まで奪います。え？いや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 。ダメだダメだ。それはもう諸バレだから。これゲットして、こっちもゲットして、これを立てておきます。そして、パン。ダメよね。ダメよね。いけるかと思ったよ、一瞬。クソ、そんなことはなかったか。とりあえずゲットしといて。これあげるよ。ふぅ。あ、なるほどね。ここで。よし。22。ドン。イエーイ。かわいそう。先生かわいそう。はい、ステージ15。なんか一個だけない。一個だけないというところにヒントが。いやいやいや、体。体。まだね、壁をくり抜いてそこにおるとか言うなら、あれやけど。なんかこっちめっちゃいた。うわぁ！あー、臭さで。そしてあれやね、この写真があの場所に飾られるわけだね。違うか。これは、え、これは、ええー、いやいやいや、キリッとしても。いや、こんなの実際に見たら生身の人間とさ、写真とか普通にわかるやろ。そんなね、ハテナが浮かぶこともなく。はい、ステージ16。誰か入ってるよね、このトイレ。違う？入ってない。ホース。ホースをつなげない。これは？ポリバケツ。はい、水を入れました。で？ん？あー！違う、違うんだ。え、あれをどう使うんかな？こうやろ、で入れます。で？で、あれ？ホース、つないだ。で、これどうするの？これどうするのね。バッシャー。え、これ、あ、なんか、置いたけど。何に使うんやろ、これ。とりあえず出ます？あ、なるほど。そこに先生が入っとんや。あ、かわいそう。めっちゃかわいそうなんだけど。警備員さんに見つかってる。ステージ17。この辺の薬品取れそう。ですよね。何に使う薬品かな。え、これ危ないよね。混ぜるの危険。あー大爆発だー。メガネ割れとったら大丈夫、あの子。さあ、これで。じゃ、今度黄色い方を入れてみよう。あ、これはこれで爆発すると。え、ちょっと待って。じゃ、ビーカーを使って、これを。お、緑に変わった。じゃ、これを、これをこっちに。お、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 お？いや、こういう状態になっとったら、とりあえず、何があったってなるよね。やばい。やばい、火事？煙が出たから。あの男の子は無事なの。はい、ステージ18。拾ってください。まあ、できんかった。あ、こっちにおったやん。拾ってください。ごめんね。私拾ったわ。もう君たち、いらないよ。え、これで、何？こっちの箱に移せばいいってこと？これで？どうするのよ。これで、開いたら、あー、何もない。特に何もできなかった。なんなんだ。これは一体どうすればいいんだ。このカップルはいつのくんだ。あ、で、こっちに移した後はもう、猫の方はいじれない。猫はもう、再び取ることはできないと。え？なんだ、このステージ。どうするんだ。何か他に取れそうなものとか、
別にないんよね。猫移動しまして、ん、あ、でもさっき猫を取っただけでこれを鳴らしたけん、こっちに入れてから鳴らしたらなんか何も来ない。待って、めっちゃ出れとるやん、この間に。そういうこと、なるほどね。はい、ステージ19、この中に隠れれるんじゃない？え、なんか割れとんやけど。え、大丈夫？え、大丈夫ですか？何隠れてんのこの子。引きずり出してきて、引きずり出してきて、あ、いや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 、不自然。え、これ確実に飛び箱の中に隠れるパターンじゃないの？違うの？え、こいつ買ってさ、え、絶対この中隠れれるって。ね、何してんの？これ割れてるのは何なの？え？これを取り出して、あれ？この中かと思ったけど違うな。ん？あ、設置しました。で、中に、あ、これでいいってことか。なんでバレるの？なんでバレるの？絶対バレんやろ。上にこの男の子も乗っけとく？できんかな？できんか。なに？どういうこと？でもこれしか取れんのよね。この3つしか、3つっていうのもあれやけど。3つしか取れんから。え、なに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 ？いや、丸見えやったのになんで？普通にわかるくない？ステージ20。お、文化祭準備かな？あんな状態で準備するもの？普通に床に置いて塗るんじゃない？なんか、めっちゃやりにくそう。なにこれ、事件現場やん。やば。事件現場なんですけど。チョーク、これで。やばいやばいやばい。やばすぎる。いや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 、素通りするこれ。あー、運ばれてる。他の人に通報されたかな。ステージ21。なんこれ、平均、違う、シーソー。大きな株。私も引っこ抜くよ。うんせ。はい。お、抜けた。3人だけで抜けたよ。そしてこの中に私が。ダメ。ダメじゃねえか。これどうするの？株を使ってなんかやるってことよね。とりあえず協力しまして。はい、抜けた。もうこれ抜いただけで満足なんかな？持ってっていいの？大丈夫なの？これで。うわ、すげえ、飛んだ。そういう隠れ方？やばいやばい、カラスの餌食に。本当にトライした。はい、ステージ22。スレションかよ。あ、ここは、なんで赤くなってるのに、なんで赤くなってるのに開くの。お、用具室。びっくりした、トイレじゃないところでしようかと思った。こんな場面に私はずっと長くはいたくないわ。はい、降りていこう。いける？あー、切れた。何か補強するものが必要ということか。行きましょう。とりあえず、ここを用具室からをゲットします。ベルト、ベルト。みんなからベルトをゲット。はい。で、ここ開けて、ロープやって、で、これは？どこにやるの？あれ？何もできんくね？これ。は。ほ。あれ？これの補強用じゃないの？え、絶対そうやと思ってんけど、違うの。え？何ができるんだ？みんなから散々ベルトを奪っておいて。だってこれで、え、なぜ？ほら、使えよ。ベルトを使えよ。え、使えないんだけど。え、使えないんですけど、なぜ？あ、もう最初からロープじゃなくって、これだけ使うってことかな？あ、そういうことかもしれん。はい。これで、これできっと降りられるよ。ふぅー。
めっちゃなんか素の顔で見てくるんやけど、何こんなところでイチャイチャしてる方が悪いんだ。はい、ステージ23。いや、裸で射的屋さんやられてもね。クマそんなに好きなの？なんでそんな。あ、100円持っとる。100円か。あ、じゃあここでさ、ハゲヅラを買うべきだよね。何？何を買ったの今。ちょっとわかんなかったんだけど。この、ハゲヅラが、欲しいんですけど、これ何？あ、タバコ入りの本。振り抜いとるやつや。ダメだ、それはダメだ。てか100円でタバコって、安くね。じゃあください。もういい匂いに釣られてきた。いやー見つかったー。でも絶対このハゲヅラ関係あると思うんやけどなー。違うのか。ということは、これカップルの男の方？じゃあちょっと、射的をやらせろよ。じゃ、おじさん私にも、射的をやらせてよ。全然やらせてくれないんだけど。この射的屋さん、全然ダメなんだけど。これどっちに渡すかで変わるんかな。こっちに渡したらそうなるわけだ。もう片方は左側に渡したらどうなる？左側の男の人に渡すと、一緒やないかい。一緒やないかい。え、待って、ここ、なんだ、なんかゲットできるものある？ゲットできるものは、てかもう逃げれるんじゃない？この状態や、え、男の人いなくなったんだけど。え、何やってんの？時間経過でこうなるってこと？ 100 円あるよ。いる？お、なんかウキウキで、ウキウキでまた戻ってったけど。あ！クマちゃんクマちゃんゲットした、あの男の人が。なるほど、そういう感じか。今日も仕事疲れたな。どうした？どうした先生。大変そうだね、お疲れ様です。もうラストってこと？早くね？あ、もうなんか、よぼよぼやん、大丈夫。お。サボってるよ。あ、もう追いかける元気すらない。あ、逃げた、どこ行った？着替えた。着替えて追いかけてった。チックショー、俺もサボってやる。そういうこと？ステージ24、先生、サボっちゃうの？待って。展開面白すぎなんだけど。見張られてる。見張られてる。え、すげえ、やばい。バカゾンやべえな。え、これで、じゃあここで荷物に。よし。主人公変わったんだけど。ウケる。はい、そして？え、何もゲットできるものがない。あ、なるほど、段ボールだけで。待って、今のやり過ごせたの？いや、まさか、学校の先生がこんなみすぼらしいことしてるわけないってこと？シリーズ通して出てくんな、この人も。これで、これ持ったらあれじゃない？ちょっと、なんかアイドルオタクみたいな。なるほど、サイリウムを使ってのオタゲーね。これ実際にちょっと見てみたいなって思うよね。すごそうじゃない？オタゲー。あ、サボってゲーセンにいるとかも、悪いな、この人。そんなことしたことないよ。ここに先生が来るのか。に、それ対戦相手先生じゃね？違う。我慢ばっかするのは体に毒だからな。お？ゲーム好きだろ、他にもいいアプリあるぜ。
レビュー書いたら成績良くしてやるからな。選考かっけーって書くんだぞ。確かに。確かに、選考かっけーっていうコメントめっちゃいっぱいあったけどね。あ、これで終わり？そういうこと？そういうこと。ほい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ、サボってゲーセンに行くのはダメだけど、でも絶対この人いい先生よね。なんだかんだ気持ちは分かってくれる。分かるけど、サボっちゃダメよっていうタイプの先生よね。